戦には注目が集まっています。熱戦が期待されます。サッカーファンの皆さん、こんばんは。お待たせしました。今夜は注目の好カードをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。この時間は FIFA ワールドカップの予選をお送りします。これは熱戦になりそうですね。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日は一般的な 3-5-2 です。センターバックの攻撃参加が重要なシステムです。ロシアのスターティングメンバーです。攻撃的な 4-5-1 を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。前半キックオフです。福西さん、比較的カウンターを好むホームチームですが、この試合も同様の戦術を使ってくると思いますか？はい、スタイルを変更するようなことはないでしょう。まずは引き気味に守り、攻めあぐねた相手が出す不用意なパスをカットして速攻に転じます。インターセプトした瞬間、裏には広大なスペースがあるので、相手の切り替えが遅れれば数的優位を作れますね。真ん中にクロスを上げた。クリアが小さい。スローインです。前でインターセプトした。ディフェンスを抜いた。至近距離からのシュートでしたが、キーパーががっちりキャッチしました。今のは決めておきたかったですね。監督も怒っていると思います。これは決まってもおかしくないシュートでした。相手に渡したかのようなパス、これはいけません。いいスペースにボールを出しました。ゴールキックから再開です。ちょっと残念な攻撃でした。このパスは通らない。ボールを運んでいます。中央にクロスが上がった。ここで大きく前に出します。決まるか。ミドルレンジからの強烈なシュートでしたが、少し高すぎました。ちょっと不可思議でしたか。惜しかったですね。アレクセイ・ミランチク、よく見ていました。相手に渡ります。ここでボールロスト。スルーパスが味方に通る。
至近距離からでしたが、キーパーが落ち着いてセーブしました。絶好の決定機でしたが、コースが甘かったんでしょうか。もったいないですね。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。高い位置でカットします。リードを奪いたい。ここはPKの判定。リードするチャンスです。これが決勝点になってしまうのでしょうか。 PK です。さらにイエローカードも出ました。 PK を決めました。落ち着いたいいキックでしたね。どこまでドリブルするのでしょうか。スモロス、ディフェンスの選手が止めた。追いつくためにもこのコーナーキックを生かしたい。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。ブロックしました。ここでインターセプト。ロシアがゴールを狙います。どうする。止めた。今のは入って当然のシュートでしたよ。素晴らしい反射神経ですね。素晴らしいスルーパス。ディフェンダーがうまく読んでいました。高いパスが味方に出る。サイドにスペースがあります。このヘディングは大きく外れました。枠には飛ばしたかったですね。うまく捉えきれませんでした。ここを起点にできるか。いいところに出た。前半終了です。スコアは後半戦キックオフ。中盤でボールをカットしました。さあどうだ。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ここはよくスペースが見えていました。絶好のチャンス。シュートを打つしかない。ゴール。試合を振り出しに戻しました。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。そしてこのシュート。2対1の場面を作った時点で勝負ありでしたね。サライ、見事なタックルです。クロスを中央に入れた。これは大きく外れました。ヘディングのタイミングが合わなかったようですね。ここでボールロスト。P
ピョードル・スモロフ。いいボールでしたが見事にパスカット。ロシアボールのフリーキックです。中にいる選手を狙います。ちょっとクリアが小さいか。シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。見事なスルーパス。サイドが空いています。サライ・アーダーン、入れば1点リード。いいタックルでした。素晴らしいセーブでピンチを逃れました。今のはゴールキーパーがよく止めましたね。まさに守護神といったセーブでした。ここは抜いてくるのか。キーパーファインセーブ。これを止めますか。中に入れた。クリアが小さい。狙う。このシュートはブロックされました。このパスはカットされます。スモロフ、チャンスです。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。いいところにいました。ナイスインターセプトです。ボールを奪われました。苦しい試合ですが、ホームのサポーターの歓声は大きくなっています。選手たちにもよく聞こえているはずです。このまま黙って負けるわけにはいかないでしょう。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。さあどう来るのか、どう動くか。止めた。ボールが転がる。リードしたまま試合は終盤。このコーナーからさらに得点を加えられるでしょうか。バーに当たった。ボールは生きています。ここはキーパーが抑えます。枠に当たって跳ね返りました。入ってもおかしくないチャンスでした。もう少しだけ中に入っていればよかったんですが。スモロフ、見事なタックル。ボールを取り返しました。これが最後の攻撃かもしれません。時間がほとんどありません。このボールを通すわけにはいきません。試合終了のホイッスル。この一戦アウェーチームが見事に勝利を収めました。いやー、うまい試合運びでしたね。